エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO、DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしています。現当社新しい経済のしだれゆうすけです。 DYDX ファウンデーションの大木久志さんとお送りしているこの番組ですが、今回はエクストラ回として魔界の税理士として X、旧 Twitter でもおなじみの税理士の村上雄一さんにゲスト出演いただきました。村上さんに暗号資産に関する税金の基礎から DeFi におけるリクイディティマイニングやエアドロップ、ラップドトークン、また NFT や相続など基礎から深い部分まで暗号資産の税金に関わる疑問や注意すべきポイントについて解説いただきました。それでは早速お聞きください。今回のエクサスエクストラ会は X、ツイッター上でですね、魔界の税理士としておなじみの村上雄一先生にお越しいただきました。村上先生、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はまあ暗号資産取引とかをやってるとやっぱりこの税金の部分って非常に難しいし気になるというところで、そろそろ年末も近づいてきましたしっていうところもありますよね。で、実は後ほどちょっとご紹介したのエクサスのリスナーの方からも税金の話してほしいっていうリクエストとかも兼ねてからいただいてたので、ちょっと今回は村上先生にいろいろ教えてもらおうと思うんですけれども、この業界にいる方ご存知の方多いかもしれないんですが、改めて村上先生自己紹介いただけないかなと思っております。はい、ありがとうございます。税理士をやっております村上と申します。魔界の税士と聞くとちょっと怪しいかなと思っちゃうかもしれないんですけど魔界っていうのがですね、暗号資産投資の中でも奥深い分野のことを魔界というふうに言っておりまして、はい、非常にですね、ハイリスク、ハイリターンな世界がですね、あります。ディファイとかのやつですよね。そうですね、ディファイとかですね、はい、レンディングとかもいろいろあったんですけど、APR とかも高くてですね、リスクが高い資産が多いということで。で、そこの部分をですね、私自身も結構投資してきたこともありますし、実際そこの魔界と言われるですね、難しい損益計算も対応しているということで、魔界の税士という形で名乗らせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、そうなんですよね。やっぱり、そもそも暗号資産の税金は難しいですけれども、さらに魔界になってくると大変だし、多分、ディファイサマーの後、なんか村上先生のところにめっちゃ相談行ったんじゃないかなっていう気がしてるんですけど。そうですね。はい。ディファイブームの時はたくさんお問い合わせいただいてですね、ありがたいことに。あと、ブロックチェーンゲームとか NFT とか、ね、結構考えやってる方が多いので、そういったところ複雑なところも損益計算をしたりですね、報告書を作ったりしております。じゃあちょっと今日本当いろいろ聞いていただいんですけど、まず結構リスナーの方は詳しい方も多いかもしれないんですが、初心者の方もいるかもなんで、まず基本的なところですね、暗号資産どうやったら税金かかるのみたいなところを、なんかいろんなパターンあると思うんですけど、そちらから教えていただいてよろしいでしょうか。かしこまりました。大きく分けるとですね、8パターン計算が生じるタイミングがあります。まず一番基本的なパターンとしては、日本円に売却した時点ですね、はい。買って日本円に交換するという形ですね。これ一番ベーシックだと思います。それで買った時より、要は値段が上がってた場合ってことですか？そうですね。はい。おっしゃる通り。で、二つ目としては、仮想通貨から仮想通貨へ交換、スワップというタイミングですね。になります。で、こちらがですね、ちょっとややこしいんですけど、税金の計算上は、一旦日本円に売却して、売却した日本円でその新しい仮想通貨を購入するという2段階計算になっております。なるほど。なので例えばなんですけど、ビットコインを昔に1枚100万円で購入しましたと。で、今ビットコインで多分500万円ぐらいに最近なっているかと思うんですけど、そうですね、はいはい、でこの500万円になったタイミングでイーサリアムを、500万円だったら多分25枚か30枚ぐらいと交換したと、いうふうなケースにおきましては、100万で買ったビットコインを500万で売却すると。で、売却した500万円でイーサリアムも購入するというふうになりますので、この時点で100万で買ったやつは500万で出るので400万円の利益というふうになります。なるほど。だから400万円に対して税金がかかると。はい、そうですね。400万かける税率ですね。はい。なるほど。だからこれあれですよね、僕ある著名人の方から聞いたことがあるんですけど、
タレントさんとかもなんかすごい昔それはかからないんじゃないかみたいなことを聞いて、はい、やってしまったらやっぱり後でかかるってことが分かったって、そのまだここまで整備されてない頃みたいな噂も聞いたことがあって、昔はなんかそれはいいんじゃないかって言ってたなんかね先生もいたらしいんですよね。なるほどなるほど、7、8年前とかだと思うんですけども、そうだいぶ昔ですねだからちょっとそういう誤解しやすいとかもあるかもしれないですよね。そうですね、はい、なるほど。それ2つ目と、で3つ目に関しましては、商品とかサービスを仮想通貨で決済したタイミングとなります。うんうん、なので例えば仮想通貨で家電を購入したとか、はいはい、ビッグカメラとかなんか対応してるのありますもんね。そうですね、はい、そういったタイミングも、まあ、一旦仮想通貨を日本円に売却して、売却した日本円で家電を買ったというふうに判されますので、うん、はいはいはい、同じような形で計算があります。でこれ注意なんですけど、あの、はい、NFT の購入も通常イーサリアム建てで購入することが多いかと思いますので、はい、これもですね仮想通貨の決済ということになりますので、うん、NFT 購入するだけでですね税金が発生している可能性があるということになります。そうですね、うん、さっきの仮想通貨同士の交換と同じような理屈ですよね、まあ、要は、うん、あ、そうですね、全くそうです、同じ、うんうん、なるほど。で続きまして4つ目のタイミングといたしましては、仮想通貨先物取引、いわゆる仮想通貨 FX と言われているものですね、はい、こちらはですね、まあ、通常のショートとかロングとかポジションをかけて、はい、で最後にそのポジションを決済することで損益がいくらですかって出るんですけど、でその損益の金額を利益もしくは損失として認識するということになります。なるほど。で続きまして5つ目としてはマイニングですね、はい、まあ、最近マイニングされてる方少ないって印象なんですけど、仮想通貨マイニングでですねビットコインを獲得したとかあれば、うん、その時点で税金が発生するということになります。これなんかクラウドマイニングみたいな、まあ、最近少ないですけどそういうサービスでも同じってことですかね。そうですね、はい、おっしゃる通りクラウドマイニングであってもマイニングの報酬相当額ですね、税金が発生しますので。なるほど。今だとステーキングも同様なカテゴリーなんですか。そうだね。そうですね、はい、そちら6番目という形でしているんですけど、6番目7番目としてステーキングとかレンディングとかの報酬を受け取った部分についてはそこは税金がかかってくるということになります。これはあくまでも受け取った報酬部分になりますので、まあ、ステーキングだと通常ですね、その仮想通貨をもう一定期間ロックするわけなんですけど、はいはい、そのロックしただけでは別に税金は発生しないんですけど、ロックしたことによって報酬をいくらかもらえて、もらえる報酬部分については税金が発生するということになります。うんうん、もらった報酬について別に他の暗号資産で買えるとか円に換金するとかっていうのをしなくても税金が発生するってことですよね。そうですね、はい、その通りです。もらった時点で税金が発生して、その後また別の仮想通貨に交換するとまたさらにですね、税金計算が必要になってくるということになります。だから例えば10イーサーステーキングしてて、仮にですよ、まあ、1イーサー貯まったとしたら、はい、1イーサー丸々 100% が売上というか、まあ、収益ってことになるってことですよね。そうですね、はい、なるほど。所得ってなる。そうですね、はい、所得利益が1イーサーという形になります。なるほどなるほど。だからレンディング、そうか、ステーキングとかレンディングもなると。ただその預けてた10イーサは別に利確したってことにはならないってことですかね、ステーキングしてる状況っていうのは。はい、その理解で大丈夫で、預けた10イーサについてはあくまでもロックしているというだけなので、そこでは損益は生じずに得られる報酬相当部分のみが利益という形になります。なるほど。なるほど。ここの計算は難しそうですね。なんか。そうですね。2段階の計算になっておりまして、うん、例えば1イーサを受け取って、1イーサを受け取った時点が、はい、1イーサが20万円だとすると、うんうん、この時点で20万円認識して、で、その1イーサを日本円にこう売却するんですけど、うん、売却した時に、例えば25万円で売れたとすると、うんうん、20万円で買ったやつ25万円で売るので、また差額の5万円っていうのですね、また、利益として認識しなきゃいけないことになるので、こういった形でですね、
非常に厄介と言いますか、煩雑。なるほど。ちょっとここ細かく今気になった点が出てきちゃったんですけど、はい、なんか取引所によってはステーキングしてるとなんかこう毎日ちょっとずつ入ってきたりするじゃないですか。あ、はい、うん。で、その毎日も値段が変わっていくじゃないですか。はい。だからまあ細かく言うと、その、いわゆる政治報酬が入った時点で、その時の時価で、こう、どんどん、なんでしょう。僕ら日本人なんで、日本居住者なんで、はい。今日は5円の所得があったから5円に対して税金がかかると、明日は6円になるみたいなことを計算していくってことなんですかね、イメージとしては。そうですね、ご理解の通りですので、ステーキングで毎日ステーキング発生している場合は、その毎日の時価をですね、どこかしら、コインマーケットキャップとかを参考にして、はいはいはい、うん、そこで一つ一つ手計算していくか、私自身はですね、損益計算ツールを使っておりまして、はいはい、で、それ使うとですね、時価を取ってきてくれるんですね。なるほど。おお。なので、そこの手間は比較的かからないというか。なるほど。っていうか、むしろ手でやる方がもう現実的じゃないかもしれないですね、ガンガンやってる人は。そうですね、取引が多いから。さらに細かくなっちゃうかもしれないですけど、はい、そうやって損益計算ツールがその取引所を対象にしてるからできるっていうことですよね、おそらく。というのも、例えば、はい、バリデーターに直接ステーキングしちゃったら、それって手計算しかないですか？DeFi ってことですよね。そうです、DeFi。イーサリアムとかだとあんまないかもしれないですけど、例えばコスモスとか、で、はい、例えばコスモステーションとかってあるんですけど、はい、でそこで、ケプラーとかっていうそのウォレットを使って、はい、あのバリデータを探すんですよね、はい、でそのバリデータ、その例えばバリデータ A にステークしますっていう風に、まあ、例えばやるんですけど、うん、それってそのバリデータ個人から報酬を受け取るみたいになる、おそらくなるので。なるほどなるほど。損益ツールがそれに対応してないとダメってことですよね、おそらく。どうなんだろう。まあそうですね。もちろん対応しないとダメですし、DeFi とかそこら辺であれば、まあ何かしらそのサイトとかを活用して、そのトランザクションの一覧をなんか CSV で出せるみたいなサイトを、うん、頑張れば探せるので、さすが。ここからですね、探してですね。で、何月何日何時に受け取ったっていうのをこう CSV で取ってきて、で、まあ、損益計算ツールにその受け取ったコインの時価がしっかり登録されていればいけるんですけど、うん、本当にマイナーなコインとかですと、確かに。計算ツールにも入ってこないんですね。うん。そうなるともう完全に手でですね。おー。だミームコインみたいな、生まれたてのミームコインみたいなやつはないですもんね、多分。なるほど。いやだから、まあ、そうか。だから受け取った履歴は多分メタマスクなりの履歴とかに全部はどっかには残ってるってことですもんね。ウォレット動いてるってことだから、トランザクションは全部どっかには残ってるから、それをまあ、ああ、そうか。うまく取り込むことができれば、あとは値段が分かるもんだったらそっから引っ張れるし、分かんないもんだったらもう手で入れていくしかないみたいな。そうですね。で、私、クリプタクトっていうのをですね、はいはいはい、一番メイン使ってはいて、おそらくクリプタクトは多分仮想通貨の損益計算ツールが最大手じゃないかなと思うんですけど、うんうん、クリプタクトだったらですね、例えばそのイーサリアムチェーンとか、はい、BNB チェーンとかポリゴンチェーンに関しては、ウォレットアドレスをですね、ツールに取り付ければ、自動的にトランザクション全部取引利益取ってきてくれるんですね。ほう、なるほど。で、何月何日にどういう取引局だったっていうのが全部出てくるので、うんうんうん、そのコインの時間情報もある程度かなり登録されているので、うんうんうん、ある程度自動で計算できるっていうところがかなり強いですね。なるほど、なるほど。まあ、マイナーチェーン、コスモスチェーンはどうだったか、ちょっとすぐには思い浮かばないんですけど、うん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 、マイナーチェーン、すべてのチェーンが登録されているわけではないので、確かに確かに。はい、すべてのコインもすべてのチェーンも登録されてないので、ここはありえますね、はい。なるほど。確かに。ちなみにごめんなさい、今で多分8個まで紹介いただいて、最後の8個目なんですけど、最後の8個目を、はい、すみません。はい、最後の8個目ですけどね、いわゆるエアドロップと言われているものでして、はい、まあ、仮想通貨とか NFT とかを、まあ、キャンペーンとか、うん、こういったもので、無償でいただくっていう行為ですね。はいはいはい。はい、こちらに関しても無償でもらうことにはなるんですけど、それなりに時価がついているものであれば、もらった時点で時価相当額を利益として認識することになります。うん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 、なるほど。いやー、ありがとうございます。そこでちょっとさっきのこれはな、ステーキングに近いと思うんですけど、はい、リドみたいな、はい、ラップドイーサみたいにする場合
ていうのはどうなるのかな。1イーサをラップドイーサに変えて、はい、っていう行為はその時に値段差出るかもしれないですけど、それは課税対象になるんですか。これがですね、明確に回答が出ていないところではありまして、税務署の内容を見てもラップに関しては全く触れられてないという状態になっております。ほうほうほう。イーサからダブルイーサとか、うん、そういうラップとイーサみたいな感じで、うんうんうん、それをその別コインと見るのか、もしくはあの実質時価が同じなんで同じコインと見るかによっては、ちょっと明確には回答できないところであるんですけど。そうか、だからまだ判例って言ったら変ですけど、その事例がまだ出てきてないってことですよね、要は。そうですね、うんうんうん、はい。まあ、あくまでも私個人一税理士の意見という形で受け取っていただければと思うんですけど、うんうん、はい、私としては例えばイーサーからダブルイーサーに変える場合で、はい、ダブルイーサの値段がイーサとまあほぼほぼ1対1で推移しているっていう状態であれば、実質的にはその同じコイン、トークンであるというふうに考えることができるので、ラップしたとしてもそれは別のコインに交換したとかではなくて、そのまま税金は発生しないというふうには考えています。なるほど、なるほど、なるほど。ただ、まあ、ここはちょっと明確に通達が出てるわけではないので、なるほど。精神によっても。判断分かれるかもしれないってことですよね。分かれる可能性はありますし、うん、はい。もしかしたら、その損益計算ツールによっては、機械的にラップは別コインっていう扱いで、スワップ扱いって計算されてるところもあるかもしれないです。なるほど、なるほど。いや、ありがとうございます。いやー、やっぱり奥深いですね。ちょっともう話聞くとまた一個質問が生まれるっていうようなぐらい言いたいことが出てくるんですけれども、ありがとうございます。でもまあ今のおっしゃっていただいた8個の項目で、まず、まあ利益が出た時とか、あとはもらった時とかは税金がかかりますと。だからあれですよね、エアドロップかかるのが、例えば僕は今大木さんに1ビットコインあげるとするじゃないですか。はい。じゃあ大木さんはその1ビットコインの今500万ぐらいだから500万が、はい。所得になるってことですよね。普通にあげるとかもそうですよね。まあそうですね。はい、そうです。あげないですけど、絶対。あげないですけど、あの、仮に。くれるんですか？いや、あげないですけど。でもなんか友達にちょっと使ってみなよって言って、まあ極端な話ですよ。なんかちょっと送ったりとかするようなことをしたら、それもそれでなるし。そうですね。はい。そうですね。そこの税金ありますね。はい、そうなんだ。なんか初心者の人にガス代分ね、ちょっとイーサリアム送ってあげるとかやるじゃないですか、なんか。すごいなんか、また細かい質問していいですか？それ、はい、あの、ウォレットを自分で作るレジャーを使って、もう一つ作るとそうじゃないですか、はい。で、そこに自分のウォレットから1ビットコイン送って入れとくと。うん、はい、で、その新しいウォレットを母親にあげる。なるほど。使ってください。はい、はい、これ、これあげてる、まああげてるのか。それはそうですね。上ってことは上等なので、まあ、上ってことになるので、なるほど。ただその自分のものであれば、自分のウォレットから自分のウォレットであれば、そこは別にただの仮想通貨の移動なので、はいはい、そうかもしれないんですけど、そういった大木さんの言っちゃうように、まあ、他人のウォレットに送金というと、うん、まあ、それはもう上げちゃうっていうことになりますし、まあ、仮になんですけど、その、なんていうかな、まあ、借金みたいな感じで、もちろん一時的にあげるんやけど、ゆくゆく返してくれよっていうような形であれば、別にそこはその、なんていうかな、もらった人は税金はかかってこないんですけど、あの、ちょっと返済しますからね。はい。まあ、ただ、パッと見はね、大体あげるケースが多いかなと思うので、そこは税金かかってくるかと思います。ちなみに、それで今また思いついてしまって、すいません、はい、イレギュラーな質問ばかりです。相続って話もなんか似てるなと思ってて。はい。まあ偶然、その持ってた人が亡くなっちゃって、ハードウェアウォレットがあって、丁寧に秘密借りとか書いてたりしたら。はい。まあそれは相続税がかかってくるってことなんですか？ああ、だから、まずそれがすごく値上がりしてましたと。ご本人が亡くなる前に、10年前に買ったビットコインがいっぱい入ってましたと。はい。そしたら相続人がそれを払う必要があるし、その相続税みたいなのもかかるみたいな認識でいいんですかね？はい、ご理解の通りです。相続税がかかります。うん、で、まあ、ちょっとこれ、すごい細かい話なんですけど、はい、仮想通貨の相続税は非常に税法上問題になっているところではあります。ほう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 。というのもですね、まあ、簡単に言うとですね、相続税って最大 55% の税率なんですけど、うん、それ相続でまあめっちゃ、例えば本当に100億ぐらい、ビットコイン持ってたと、うん、おじいさんが、うん、そしたらその100億の 55% のまあ50億ちょいぐらいるんですけど、はい、でそれをですね、またその相続50億だってそんなとても現金持ってないから、確かに、すぐその相続受け取って、すぐ市場で売っちゃうわけなんですけど、うん、
売っちゃうとですね、利確になっちゃう。そうなんですよ。しかもその取得価格がですね、引き継がれないことがありまして、ほう。ここにもですね、取得税、住民税が 55% かかってくるんですよ。やば。やばいっすね。いや、すごい、すごい。なので、例えば100億持ってた場合は、本当に税金が105億とかなっちゃうんですよ。え、ちょっと、赤字じゃないですか、むしろ。そうなんですよ。5億超えちゃうっていうケースがあってですね。え、二重になっちゃうんだ。うん。まあ、正確に言うと、取得費加算の特例というのがございまして、うん、一般的な価格だと100億で取得したものを、相続したものを、うん、例えば100億で言うと、そこは損益がゼロだよねっていう感覚だと思うんですけど、うん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 、そこはその相続で受け継いだ価格イコール取得価格っていうルールが適用されているんです。で、仮想通貨はそのルールが適用されないので、うんうん、例えばおじいさんがその100億資産持ってたけど、もともとは100万円で購入したんですよと。はいはいはい、うんうん、まあ、マウントゴックス債権者ってあり得るね、あるかもしれない、ね。ありえますね。ありえますよね。おこの100億のやつを相続受け継いで、これを市場に売却すると、うん、その購入価格が100万円なんですよ。おじいさんの購入価格なんですよ。はいはいはい、はい。なので、99億9900万円が利益になっちゃって、それに所得で住民税を買ってくるんですよ。やばいな。やばいな、それ。問題っすね、これ。で、なので、ちゃんとですね、JCBA とか、はいはい、はいはいはい。業界団体の方は、仮想通貨の相続税はちょっと異常すぎるから、ちゃんと取得費加算の特例をちゃんと認めてくれというふうな要望をですね、国に出しているというところであります。なるほどね。ちょっとマニアックな。そうすると 55% で、最大 55% になるってことですか？あ、そうですね。これが認められればですね、100億のものを相続した時点で、まあ、相続税の 55% マックスはかかってくるんですけど、それを100億で受け継いだものを100億で市場で売ったとしても、そこは損益はゼロというふうになりますので、相続税、住民税はかかってこないと。相続税のみがかかってくるということになります。なるほど。最低そんぐらいはね、しないと。まあ、通常の感覚やとね。そうね。そうですよね。そうなんですけど、なぜか。そうそう、ビットコインってまだやっぱ若いじゃないですか。15年ぐらいじゃないですか。うんうん、で、はい、おそらくビットコインやってる人って、まあ若者から中年ぐらいじゃないですか。はい、だからこの相続の問題ってまだ、表面化してないと思うんですよ。はい。けど仮に僕があと、どんくらい生きるか分かんないですけど。でも、事故にあってとかね、ね。あ、まあ、そう。そういうリスクも、病気になるとかもあるから、まあ、うん、そろそろ出てくる話なんじゃないかなっていうね。仮想通貨のユーザーが今、5% から10%。そう、そういうことなくなっちゃって、すげえビットコイン残ってて、はい、税金払えないよってなる可能性があるってことですよね。そうですね。遺産どころじゃないって。遺産。やはり、そうですね。おっしゃる通り、おじいさん、高齢者でビットコインを持ってるっていう事例がまず少ないっていうの。少ないですよね。少ない、少ない。事例がほとんどないっていうので、話題にはなってないっていうところがあると思っていて、もし万が一本当に死んだおじいさんが100億円分ビットコイン持ってたら、うん、もうその税金計算するとですね、本当100億円超える納税額になっちゃうんですね。うん、なので、相続放棄と言いますか。ああ、そうか。そうする、やむを得ないけど。うん。で、そうするとですね、すべての相続資産を放棄するので、おじいさんが持ってる家とか土地とかも全部放棄しなきゃいけないっていうところがあってですね。それも最悪だな。しかも、ちょっとずれるかもしれないですけど、仮に55億払えるようになったとしても、55億作んないとダメで、相続したビットコインを売っていくわけですけど、55億を同じ値段で売れないじゃないですか、絶対。その、まあ、金額、ね、どんどん下がっていくじゃないですか。自分が値下げするみたいになっちゃうから。クジラですよ。だからもう、もうコインベースとかに相談しないとバイナンスか、もうどうしようみたいな。確かに。財団みたいな売り方しなきゃダメってことですよね、自分が。まあ、その金額だとそうです、ね。そうですよね。じゃないと市場に影響を与えちゃう。だから、ある意味損するかもしれないしね、とか思って。まあ、そうしたら、その、相続した人の所得税、住民税はちょっと減るかもしれないけど。あ、そうか、減るか、そうか、そうか、少なくとも100万円で購入してますから、このケースだと。100万円で購入したら、50億とかで売ってるとしても、まあ、やっぱりね。ね、すごいな、これ。これ結構問題ですね、確かに。まあ、これは、はい、結構マイナーですけど、はい、問題としては。し、先々増えてくる問題ですよね、やっぱり。増えてくると思うな。うん。うん、少なくとも、おじいちゃんは、
まあすごいなくなる直前にもう全部利確しとくべきってことですよね。もし法律で変わらないと。あ、まあそうかそうかそうか。ビットコイン持っていたら全部日本円に現金に変えて、うん、で、まあこのケースだと100億円現金に変えて、で、55億円分の所得税、住民税をとりあえずおじいさん払っておいて、って、うん、そしたら大体45億円は現金として残るので、残る、うん、それはもう別にそのままね、相続人が気づいていいですし、まあ、45億税金もらうのでそこの相続税は結構かかっちゃうんですけど、うんうん、まあ、少なくともですね、10億20億もっとかなは現金として残るので、なるほど、うん、あ、ただはいはいはい、いや全然そうっていうのがなるほど、はい、ちょ入院したらちょっと売ってみたいにしないとダメなの、早く、そうですそうですよね。いや、なんかそう、僕シミュレーションしてて、その、はい、もしそうなったら、うん、秘密鍵教えないとなって思ってたんですよ今まで。そうね、うん、あ、でも、 もちろん100円ぐらい全然ないんですけど、うん、いや それだと逆にダメになるケースになる可能性があるってことですよね。その秘密鍵渡しちゃったら相続になるじゃないですか。でも知らない方がいいってことか。あ、いや、秘密鍵はむしろ渡しておかないとダメじゃないかなと僕は思っていて、うん、これ実際にあった事例なんですけど、はい、秘密鍵を教えてもらってなくて、うんうん、そのままおじいさんが亡くなってしまったっていうケースがあるんですよ。ほう。でも、秘密鍵なくなってしまったから、そのコインはどうしようもないんですけど、うん、おじいさんが仮想通貨何億円分持っていったっていう情報は、なんていうかな、税務署の方にも分かっていて、うわ。で、相続したんやけど、秘密鍵ないからもう全然動かせないと。動かせない。もう、動かせないですよ。税務署からとしては、その何億円もの資産を持ってるんでしょっていうふうに指摘されちゃって、結局、なんていうかな。まあだから払わなきゃ、だから要は、相続税払わないといけない。絶対売れない不動産を持ってるみたいな状況になるってことですよね。なんかもう田舎の畑持ってて、誰も買い手がいない、流動性がない。で、まあ、畑の場合最悪売れるかもしれないけど、でも、まあ、それに近いですよね、なんか。山持ってるみたいな、誰も買わない山持ってる。まさにそうですね。そうですね。なるほどね。だからやっぱ秘密鍵教えといた方がいいんだね。家族にも。教えといた方がいいのか。ちゃんと教えといた方がいいですし、うん、まあできれば日本円に変えてですね。ってことですよね。はい、望ましいですしっていうところではありますね。うん、ちなみにそれステーブルコインに変えてても意味はないんですよね。将来出るじゃないですか、日本円のステーブルコインとかも。はい。あ、それはそれで、あ、ステーブルコインに変えておくと。利確には。あ、利確には、そうか、その時払わなきゃ、おじいちゃんは払わなきゃダメなんだ。そうですね、利確になるか、そうか。そうか、そうか。なるほど、なるほど。いやー、すごいなー、なんか、うん、だいぶ相続の間に合う。相続の間に合う。いや、そういや、これでもね、大事なテーマですよ。僕も40超えてますからね、もう。まだまだっすね。まだまだです。まだまだだけど、でもね、事故とか考えるとね、やっぱある話だ、ね。まあ、事故はそうですよね。ねえ。ほんとありますよ。うん。なるほど。いや、ありがとう。めちゃくちゃ面白いなー。まあでも相続税で、55% 変わってくるって相当ないと言いますか、うん、まあかなり相続資産がないとですね、55% が発生しないので、うんうんうん、そうですね。まあそんなに今は大きく問題になってないっていう形ですね。なるほどね。6億円以上ですね。相続に関しては6億円以上で、税率が 55% 適用されるので、うん、まあ、例えばその3億円以下だったら税率 45% っていう形になりますし、うんうん、1億円以下だったら、まあ、30% っていう形になりますので、うんうんうん、まあ、よほど、なんていうかな、本当に100億とかだと、本当にね、うん、相続税と、住民税で100億円超えるかな、税率 100% 超えるかなっていうところあるんですけど、うんうんうん、まあ、通常のですね、まあ、持ってても5億とか6億くらいかなと思うので、うん、まあ、そこまでになると、まあ、そこまで 100% 超えるってことはないかなというふうには思います。うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。あと、ちょっと、多分最近クリプトやってると、そういう人もいるかなと思うんですけど、投資というよりは、なんか海外プロジェクトで働いてますとか、それこそ DAO から高給料もらってますってケースがあると思うんですよ。うん、USDC とか、USDT を。はい、それは、だからまさに所得として、丸々税金対象になるっていう認識でいいんですよね。あ、そうですね。はい、USDC とか仮想通貨で。はい、給料払いされるときは、
なるほどな、はい。で、その時には、でもドルでもらってはいるものの、例えば日本にいて、海外の DAO とかで働いてて、給料 USDC でもらってますと、毎月月末になんかわかんないですけど、例えば30万円分のドルが入ってきますみたいな。でも多分30万円分で支払い方はしてくれなくて、何千ドルとかで決まるみたいな感じじゃないですか。で、はい、その場合って、納税しなくていいってわけじゃなくて、結局、まず年末には、要はだからそれで300万円年間でもらったとすると、USDC で持ってるから別に円は手に入ってないですけど、まずそれに対して課税されるから、まあだから USDC を何らか日本円に変えて払わないとダメってことですよね、イメージとしては。それは合ってますか？あ、そうですね。ご理解の通りですね。はい。USDC でもらっても、その USDC でもらった時点で、はい、税金対象になりますので、しっかりと申告して納税する必要がありますし、まあ税金はですね USDC 払いができないので、そうなんですよ、そうそう、日本円払いになりますので、うん、まあ何かしら、まあ、日本円に変えておかないといけないということですね。だからまあ、うん、わかんないです、ユニスワップで交換してさらにそれを日本の取引所に送って、はい、みたいなことをしなきゃダメってことですよね。そうですね、はい、めんどくさいですねこれも。そうですね、すごい細かい話なんですけど、しかもその時のドル円のレートって、はい、なんかこれを見ろみたいな決まってるもんなんですか？なんかいっぱいあるじゃないですかドル円のレートって、そのなんていうんですか TTM とかなんか銀行によって若干レートが、そうそう、レートが違って、それは別にでも USDC からユニスアップに変えて送るみたいな作業の中では、でももらった時点はまず例えば 1000USDC って何円なんだろうっていうのは、なんていうんですか、この僕側が決めていいもんなんですかね、例えば僕がその対象者だったら。まあ、ある程度客観的な数値を用いるのが望ましいかなというところではありまして、はい、うん、まあ、私だったらやはりコインマーケットキャップとかコイン月光とかそういう仮想通貨の時価が載っているサイトをベースに、まあ、その日ごとに平均値というか、するかなと思うんで、それをベースに計算するのがやりやすいかなとは思いますし、まあ、これもですね、損益計算ツールを使えばですね、受け取った時の、まあ、USDC とかもちゃんと時価載ってるので、そこで計算するってのもいいかなと思います。なるほど、なるほど。なんか逆に USDC で給料を受け取ることのなんかこうメリットみたいなのってあったりするんですか？まあ、これはどっちかというと仮想通貨のメリットでもあるんですけど、まあやはり送金が早いとか、海外送金やっても手数料が低いとか、うんうん、そういったところがメリットかなとは思いますね。うんうん、あと今だとね、やっぱりドルの方が強いっていうのはあるんですよね。そうですね。強いですし。ただ税金計算という意味だとやはり手間がかかるかな。めんどくさいっすよね。まあ、そう、それ。メリットがあるかなと思います。クリプトを給与でもらうことに関して、なんか今、議論されてることってあったんでしたっけ？なんか、こういう方向に変わればいいですね、みたいな。もしかしたらないかもしれないですけど。はい、税制改正の要望には特に載ってないんで。そうか、あんまり触れられてないと。それも、まだ事例が少ないっちゃ少ないからでしょうね、多分。さっきの相続と似てて。でもなんか人によっては、これからわかんないですけど、増えると思いますよ。うん、そう。で、しかも複数の DAO で働いてて、また USDC ならいいんですよ。うん、その、プロトコルのトークンがバラバラと、複数の DAO から毎月入ってくるみたいな。で、しかもボラティリティ結構あるよね、みたいな。はい、だともう、なんかすげえ大変だなって気が。まあ、そういう人は日本に住まないのかもしれないけど、もはや、もう。はい。うん。確かにそうですね。まあ、それはやはり、そうですね。損益計算ツールをうまいこと駆使しつつ、ゲームをして、うん、そこでやっていくしかないかなというところではありますね。なるほどな、はい、うん。いや、ありがとうございます。で、ちょっとまだまだいろいろ聞いていきたいんですけど、ちょうど結構古くからエクサス聞いていただいているリスナーの方からご質問預かってるので、3つほど。はい、それもちょっと村上先生で聞いてみたいなと思うんですけど、いいですかね。はい。あ、大丈夫です。はい。じゃあまず一つ目なんですけど、そもそもその、はい、まあ、仮想通貨取引で利益が出てないと分かっているなら、はい。計算する必要はないのかと。なるほど。で、まあ、要は損益計算の観点からの必要性と、もう一つが取引履歴を追う意味合いでの必要性、二つの視点から教えていただきたいですと来てます。なるほど、なるほど、うん。ありがとうございます。はい。こちらに関してなんですけど、私としては、はい、赤字であったとしても、損益計算をした方がいいと思っております。ほう。はい。
ご理解の通り、暗号資産、仮想通貨で赤字だった場合は、確定申告はそもそもいらないということになっておりますので、うん、そういう意味じゃ赤字で計算する意味ないじゃんっていうふうに思われてる方、結構いらっしゃるかなと思います。しかも損益通算もできないからね、別にもうしゃあないよってなるって思っちゃいがちですけどね。うん、そうですね、損益計算もできないですし、赤字を翌年に繰り越すこともできないので、そう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 、結局意味がないというか、うん、やる必要がないということになっちゃいます。で、うん、まずですね、損益計算を推奨しているのは2つ理由がございまして、はい、1つ目としてはですね、税務署から問い合わせが来る可能性があるというところです。ほう、取引所とかを通じて税務署は、まあ、この人は仮想通貨投資やってるんだなっていう情報はキャッチしておりますので、うん、まあ、仮想通貨投資してるけど申告しないかどうしたのかなっていうことで、もしかしたら税務署からですね、軽い電話みたいな形で、ほう、投資されてますけど申告しなくていいんですかみたいな来るかもしれないので、ほう、なるほどね、うん、まあ、その時に赤字だから申告してないんですっていうふうに言えればもちろんいいですし、うん、で、まあ、本当に赤字なんですかって書き換えた時にちょっとその、まあ、こういう計算して赤字だったっていう感じで説明できたら税務署も納得できるからいいかなと思いますし。なるほどね。で、うん、あと2つ目なんですけど、こっちは結構重要なんですけど、うん、仮想通貨の損益計算って例えば今年の損益計算お願いしますってこうよく依頼を受けるんですけど、はい、結局その投資開始年度からの取引利益を分析しないと、あ、うん、今年の計算ってできないんですよ。そうか、いくらで初めに5年前に買ってるかみたいなのが重要なんだ、そもそも取得単価。そうなんです、そうなんです、ね、繰り返す通り、はあ、過去いくらで買ってそれを今年いくらで売ったからみたいな感じなので、はんはん、過去から どういう取引を行ってきたかってこう積み上げないと、なるほど、今年の正しい計算はできない、うん、なので今年は赤字やったんですけど、もしかしたら来年とか再来年また爆撃になるかもしれなくて、その時に改めて計算してもらう時にも、うんうん、今年分まで計算しているのであれば来年再来年の計算が楽になりますし、うんうんうん、次年度以降の損益計算にも有用になるかなという点があります。うんうんうん、なるほどな、ありがとうございます。だからやっといた方がいいってことですね、要は。ちょっと手間ですけど。そうですね。ツールとか使って。FTX みたいです。いきなり倒産しちゃうっていうところもございますし。はいはいはい。そうすると、その、取引利益はもう、誰にもわかんなくなっちゃうと言いますか。確かに。うん。確かに。それってどうなるんですか、それ。それがですね、結構難しいところあるんですけど、まあ、可能な限り持っている情報でやっていくというのが実務的なやり方になります。なるほどね、うんうん、なので、まあ、倒産前にダウンロードしておきましたっていうデータがあれば最高なんですけど、はい、なかった場合は最悪お客様のメモとかをベースにやっていこうかなというところではありますし、うん、まあそうですね、メモもしてなそうですよね、落としてない人は。なんかね、してないですもありますね、はい。なので結構ですね、これかなり個別にケースバイケースでちょっと相談してやっていく。そういうことか、はい、でそれによってなんだろう、例えば結構多いと思うんですけど、そのブロックファイって昔あったじゃないですか。ありました、ね、あそこに、まあ、僕も使ってたことありますし、うん、使ってた日本人も結構多いと思うんですけど、はい、もう倒産してしまったと思うので。確かに確かに、FTX の影響でね、それこそね。そうです、そうです、うんうん、であそこで何でしたっけ、ビットコインを利回り的にもらう仕組みがあるじゃないですか。だけどその履歴ってもう消えてるわけですよね、おそらく。はい、そうです。それ計算もしようがないですよね、メモがなければ。そうですね、まあ取引利益をたどれば、まあ、バイナンスとか国内取引所からブロックファイに送金したコインっていうのはある程度わかるかなと思うので、まあ、そこをベースに、で利率が、まあ、5% とか 10% とかだったら、まあ、その利率をベースにこう暫定で計算するとかですね。ああ、なるほどですね。そういうやり方でやるしかないかなという方で、ね、はい。税務署さん的には、いや、やるだけやったならしょうがないってなるんですか？そうですね。まあ、それはケースバイケースだけど、でもまあ、そういうことも大事なのかもしれないですよね。努力を見せることは。わかんないけど。はい。はい。そうですね。まあ、しっかりとその、もう誠実にですね、わかんない、取引利益出せなく、倒産してしまって出せないんですけど、うん、まあ、これこういう計算でこういうふうにしてしましたっていう形で、正確、真面目にですね、申請すれば、まあ、納得はしていただけるかなというふうには思っているので。なるほど。はい、なるほどです、ね。でもこれでちょっと今思っちゃったんですけど、例えば、そういうとこに預けてて、倒産するとこに預けてて、資産が返ってこないよっていうケースもあるじゃないですか。はい、その場合はどうなるんですか？預けた取引所がなくなっちゃった、引き出せない、はい、
はい、そうですね。その場合はですね、貸し倒れ損失という形で損失計上が可能になっております。うん、なるほど、なるほど、はい。ただですね、この損失計上のタイミングがですね、ちょっと遅れることがあります。うん、はい、例えばなんですけど、FTX をちょっと事前に取るんですけど、うん、あれ確か昨年の11月、12月ぐらいの話だったかなと思うんですけど、はいはい、今時点においても FTX って法的に倒産したわけじゃないと思うんです。そうか。はいはいはい。まあ、例えばその、ね、300万円 FTX にお金預けていたとして、はい、でもそれがもう返ってこないんですよっていう、だから300万円損失計上したいっていう人めちゃくちゃ多いんですけど、うん、本当に300万円全部返ってこないんですかっていうところが説明できないわけなんですよ。うんうんうん、通常の、倒産とかであれば、まあ、倒産しちゃってもダメですと。まあ、300万円お金出資していた方は、うん、じゃあ申し訳ないけど、10% を30万円だけ返しますみたいな感じで、ね、後々、うん、あの、返ってくる額っていうのが決まるわけなんですよ。はい、債権者のあれでね。うん。そうですね。で、うん、それがやはり決まらないと、やっぱり300万円全額損失計上はちょっと早すぎるんじゃないかなっていうふうには見られちゃいますし。うん、なるほど。まあでもその、法的にその破産とか、そういうの、民事再生とかを申請したというのであれば、一部貸し倒れ損失の状況を満たすので、うん、まあその時点で 50%、300万の 50% 損失計上するっていうところも、あり得ますので、なるほど。まあこれは本当に、そういう意味じゃ、これもまさにケースバイケースではあって、うん、はい、どういう状況なのかっていうのをしっかり確認して、それはその税法上の満たしているのであれば 50% 計上したり、返ってこない額まで計上しましょうっていう話をしています。なるほど。ありがとうございます。続いてもう一個あってですね、これちょっと冒頭の質問とかで被ってくるところあるかもしれないですけど、うん、ちょっと細かいご質問なんで逆に聞きたいなと思ってて、2個目がですね、ステーキング報酬等に対しての税はどのタイミングで発生するのかと。で、例えばそのリワードとして受領した時なのか、受領したリワードをクレームした時、なんかそういうのあるじゃないですか、その自分でこう押すボタン押すかみたいな。それどっちなんですかみたいな。なるほど。これはですね、明確にはなかなか決まってはいないところであるんですけど、うんうんうん、私個人の意見、一税理士の意見としては、はい、リワードを獲得する権利を得た時点で利益を認識すべきじゃないかなと思っています。なるほど。うんうんうん、で、リワードとして受領した時ですね、クレームする前の段階で、はい、すべきだとは思っています。うんうん、まあ、というのはやっぱりですね、獲得する権利っていうのは、資産というか価値になりますので、そういうことか。が時点でだとは思ってるんですけど、ただですね、実務上ですね、その権利が発生したっていうのは、明確に出てこないんですよ。うん。リワードをクレームしたら、それはそのウォレットにこう入ってくるので、はい、そのトランザクションと、ブロックチェーン上のトランザクションというか、確かに。何月何日何時何分に入りましたって出るんですけど、うん、権利が発生してるってのは分かんないんですよ。分かんないですね、うん。そういう意味では実務的にはもうクレームした時点っていうので認識してるところが多くてですね。うん、まあ、ただこれ、事例もないんですけど、はい、あまりにも長期間リワードをずっとクレームせずに、うん、利益をこう、翌年翌年に繰り延べしてたら、はい、うん、やっぱそれは税務署としては利益の意図的な繰り延べって言われるんじゃないかなとは思うんですけど。なるほどね。ただまあ、こういう事例も正直ないので。ない。でも確かにそういうふうに言われる可能性もゼロではないってことですよね。うんうん、そうですね、そうですね。なるほどね。はい。はあ。ありがとうございます。で、このご質問者の方からの最後の質問なんですよ。いや、いい質問ですよね、でも。いい質問です、ね。はい。で、例えばなんですけど、20万円から100万円ほどの利益規模で、はい、もう儲かった人で、はい、税理士さんに相談とか計算してもらった場合、はい、まあもちろんトランザクション数とかにもよると思うんですけれども、一般的には税理士さんに対してどのぐらいの報酬がかかるんでしょうか、みたいな。あと、税理士さんはそういうソフトを使ってるんでしょうか、みたいな。ご質問がありました、はい。そうですね。はい、私、まず、損益計算ソフトは全部使ってるので、基本クリプタクトをメインで使ってやってはいます。
なので、クリプタクトの利用料金が確か、まあ、3万から5万10万ぐらいになるかかと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そちらについては損益計算の代金という形で立て替えして請求しております。なるほどなるほど、はいはいはい。で、損益計算なんですけど、どうなのかな、もともとやはりですね、あの税理士といっても全ての税理士が損益計算できるっていうわけではなくて、はい、むしろ損益計算できるって結構税理士の中でも少ないというか、このクリプトに関してですよね。うん、なので、やはりその分ちょっと値段が高くなっているんじゃないかなという面はあります。うん、で、ただですね、やはりその損益計算といいましても、例えばその国内取引所だけ使ってるっていうのだと、めちゃくちゃそんなに難しくないんですよ。そうですね。レポートもね、なんか出しやすいし、はい、統一されてますもんね、今ね。うん。そうなんですよ。国内取引所であれば、年間取引報告書っていうことで、確定申告の計算のためのレポートが出るんで、はい、出ますね。まあ、それを使えば結構やりやすいですし、うん。海外取引所になるとですね、そういうのがないので、やっぱり取引利益をバーっていただいて、それをこう細かく分析していかなきゃいけないってありますし、でさらに DeFi メタマスクとかになっちゃうと、うん、やっぱそのそもそもトランザクションをどうやって集計するかとか、うん、トランザクションをなんかイーサスキャンとか見て、これは送金してるとか、これは NFT 購入してるとか、そういうのを考えていかなきゃいけないので。そうか、これガス代だとかやっていかないとダメですねそうなんですよ。これは結構ですね、複雑になってきますし、ブロックチェーンゲームですね。最近ブロックチェーンゲーム結構有名なんですけど、やっぱり基本オフチェーンでやってるところが多くてですね。はい、そうか。なんていうかな、アプリ内の売買の正確には利益かかってくる税金なんですけど、そこはもうなんていうかな、ブロックチェーンのトランザクションとしては認識せずに、あくまでもアプリ内に送金したとか、アプリ内から出金したって額だけがこう、トランザクションの残ってる。なるほど。そうですよね。何百回動かしてても入った時と出た時からデータは残ってないってことがあると。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。それをやっちゃうと結構そこどうやってやっていくかなっていうところは結構個別に相談したりしてやっていくって感じがあって。まあなんで、そういう計算安いと本当に5万、10万っていうケースもあるんですけど、はい、本当に複雑になると本当に50万とか100万とか、損益計算だけでかかってくるっていうケースもございます。なるほど。だからまあ20万から100万で、それも結構幅あるとは思うんですけど、はい、まあ何十万円か儲かったよってぐらいの人だと、まあどのぐらい、まあこれもちろん先生によって変わってくると思うんですけど、まあ、はい、どのぐらいから要は頼んだ方がいいのかみたいな話のような気がしてて、質問としては。ああ、なるほど、なるほど。ちなみにいくらぐらいとかって言えるもんなんですか、村上先生の場合とか、まあ一般的に平均的に大体そういう今の程度にもよると思うんですけど。損益計算の代金。そうです。だから、投資家がその、お願いしますよ、わかんないでやっといてくださいって言って、かかる費用感って。それは本当にピンキリですね。あ、そうか、その内容によるんだね。100万とか200万の方もちろんいらっしゃいますし、場合によっては1億とかっていう方もいらっしゃいまして、ほう。完全にピンキリなんです。1億が税理士さんへの費用ってことですか？ああ、利益が1億円。利益がそうか、そういうことか、そういうことか。はい、なるほど、なるほど。まあ、その、投資家の利益、云々に関わらず、私としては、まあ、私のコースベースです。そうか、そうか。代金を見積もり請求させてもらっておりますので、うんうん、例えば利益20万でも、損益計算代金20万っていうケースももちろんございます。あるし、さっき言ったように国内取引とかばっかりだったら、もうちょっと安いかもしれないしっていう。安いかもしれないし、まあ、最悪ですね、利益30万で、損益計算50万っていうパターンもありますね、ああ、まあ、複雑。なんか複雑すぎる、一番切ないですね。投資家としては。そうですね。なんかいろいろ動かし、複雑に動かしたけど儲かんなかったって話ですね。なるほどな。あんまりですね、税理士として推奨しているわけではないんですけど、うん、正直言うと損益計算って高いんですね。うん。なので、自分で計算したいっていうニーズがすごいあって。はい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 。うん、そうね。確かに確かに。うん、ただ、その、一個一個トランザクションを持って計算してるっていうと、もう本当めちゃくちゃ難しいわけなんで、うんうんうん、難しい、できないケースもあってですね。で、もうそういう場合、もう年末年始で全部延転しちゃうっていうのは結構多いんですよ。ああ、聞きますね、それ。一回売ってもう一回買い直すってやつ？そうです、そうです、そうです。要はまあ、例えば今年100万円暗号資産投資やろうって、仮想通貨投資やろうって、100万円まず入れるじゃないですか。はいはいはい。基準ガチャ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 やってるわけなんですよ。うん。で、もう年末にもう全部のトークンも全部の NFT も全部売っちゃうと。うん。で、もう仮想通貨も全部ノーポジションにしちゃって、もう国内取引所の一箇所に全部集めて、で、その一箇所で、うん、
日本円に全部買えると。おうおう。で、例えばそれが120万円だとしたら、100万円で投入して120万円なので、それはこの20万円が利益ですと。うん。いうふうな、こういうふうな計算でやっちゃってるっていう投資家も結構いらっしゃいます。なるほどね。わかりやすいですね、それは。まあ、それは一番なんか頭で計算しやすいね。うん。うん、そうですね。で、仮想通貨を持ってたかったら、だからそれを12月31日の夜やって、はい、1月1日の朝に、もう一回買い戻せばいいんですよね。いやだから要は円には買えるんだけど、もう一回またビットコイン買えるじゃないですか。そうですね。はい。俺はホドルだって思ってる人も一応そうするっていうこと、そうすると、まあそこで年ごとに綺麗になってくるっていう。うん。うん、そうですね、うん。はい。ちょっとこの計算方法はですね、うん、正直税務署が認めている計算方法ではないので、なるほど。理論上はこの計算方法であっても、うん、税務署の言う一個一個取引利益を分析する計算方法であっても計算結果は同じになるというふうになっているので、うん、まあ、理論上は同じっていうことをベースにこういう計算方法をやっているっていうのがあるので、税務署が認めている計算方法ではないっていうのがまず一つのリスクになります。二つ目のリスクとしては、仮に取引所に仮想通貨が残っていた場合、うん、日本円に変えずに、うん、そうすると、そこはもう完全に無申告なので、脱税っていうふうに指摘されてしまいますので。あ、なるほどね。ちょっと自分が使ってる取引所全部が。そうか。ゼロなんですよ。だからエアドロとかが変な、昔開いたとこにちょろっと入ってたら、めんどくさいってことですよ。そしたらもうそこ抜けてるとこになっちゃうので、そういうところもちゃんと、すべての取引所を確認したり、あとまあ、せっかく取引利益、取引所のそのゼロなんですよっていうカラーを、スクリーンショットとかで保管しておいたりすると、まあ、ちょっとは安心できるかなと思います。なるほどね。はい、いやー、ありがとうございます。ちょっとマニアックな話なんですけど、段階認証って皆さん使われてるかと思うんですよ。使ってますね。うん。それって結構税務調査で見られるんですよ。え、そうなんですか。え、使ってるかどうかを見られるってこと？うん。僕も二段階認証使ってるんですけど、例えば二段階認証すると、その、バイナンスの二段階認証はこれですとか、FTX 二段階認証これですか、ですか、コインチェックはこれですとかって、こうやってバーッと、ああ。リストするじゃないですか。うんうんうん。そうすると、あなたバイナンスの損益計算してませんよねとかってすぐ。ああ。要は Google オーセンティフィッカーみたいなやつを見せなきゃダメなタイミングが来るってことですかね、要は。そうですね、そうです。そこを見られて、そこでその利用している取引所にちゃんと漏れがないっていうところを見られるので。すごい、ちゃんと賢い。賢いって言っちゃうと失礼かもしれないけど。なるほどね。いや、そうなんですね。意外にやっぱり見てるなって。ああ。これ、なんか似たような感じで、メタマスクあるじゃないですか。はい。で、その、税務署が訪ねてきているメタマスクのアドレスについて、まあ、見せればいいと、まあ、仮定して、けど、その、メタマスクで、アドレスが、こう、バーって出るじゃないですか。いっぱい作れるよね。はい、いっぱい作れるんですか。うん、で、そこもなんか、指摘されるんですかね。要は、たくさんアドレスあるけど、そっちも見せて、みたいな。わかんない。ああ、たくさん作れるか、そうですね。ここもなかなか難しいんですけど、メタマスク、まあ、なんていうかな、もうすぐ、ポチポチっとクリックすればすぐ作れるっていう性質がありまして、うんうん、要はそのメタマスク作るのに、いわゆる KYC、身分証明が不要っていうことなんですね。そうですね。うん、なので、税務署からすると、このウォルテラスのものは、本当にその人のものなのかどうかっていうのはなかなか分かりづらいっていう面はあるんですけど、まあ、ただやはりですね、送金履歴とか入金履歴とかを見たら、大体その、なんていうかな、所有者って分かると思うんですよ、うん。で、そこでやっぱり判断してるんじゃないかなと思いますので、まあ取引所からメタマスクにまずなんか何イーサか送ってスタートするケースが多いんですけど、その最初の送金が取引所の所有者なんじゃないかみたいな感じで、そこら辺は推測しつつ、あなたの所有物でしょみたいな感じで言ってくるんじゃないかなというふうには思います。なんかすみません、税務調査で、はい、家に来るってことですよね。そうですね。そうですよね。で、それでブラウザーをもう直接物理的に見て、はい、他にもアドレスあるじゃんっていうケースもあるってことですよね。そうですね。あるとは思いますね。具体的な事例はちょっと私も聞いたことないんですけど。うん、なるほどですね。まあでも、だってオーセンティフィケーターも物理的に見に来るってことですよね。見るってことですもんね、その。そうですね、見に来ますね。はい。おお。
し、多分全部要はミキシングとかしない限り多分たどれるから、仮にですよ、細かくウォレット間転送したり一回レジャーに入れてまた出したりって移動交差しても、あれこの行き先どこなのってことがバレちゃうってことですね、最終的には。この初めにあんた1位さ送ってるよねと、で今1位さなくて、なんかよくわかんないウォレットに送ってるよ、これは誰のウォレットみたいな、いやちょっとわかんないっすねみたいな、大木さんかなみたいななんかわかんないけど、そういうことそうそう、しだらさんに送ったんすよっつったら、だからそしたらしださんに電話するのかなまあすいません、そこはちょっとここでもなんか、あの、一般的なその税務の話って、税務調査って会社とかだったら、相手に入ったら反対側のとこに行くとか言うじゃないですか。はい。その、ある会社に税務調査入ったら、それと取引があったとこにまた行くみたいな。この仮想通貨投資家同士もそういうことであるんですかね、やっぱり。そうですね。まあ、いわゆる反面調査って言われるもの、ね。はい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 。そうですね。なので、仮想通貨においては、仮想通貨取引所に直接税務署からアプローチして、分析していくというのが多いかなと思います、うんうんうん。で、実際に国内の取引所であれば、そういう形で税務署はアプローチしておりますので、はい、まあ、なんで国内の仮想通貨取引所を使っている情報っていうのは、もう税務署にも基本的に筒抜けという状態なので、うん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 、国内の取引所を、まあ、分析してですね、こいつは脱税してんじゃないかみたいな感じで、結構あの仮説を立てて税務調査入っているというふうには聞いてます。なるほどね。でも今のところこれ別に全然推奨してる意味で聞くわけじゃなくて質問なんですけど、海外の取引所のデータは日本の税務署は見れないんですよね、はい、そうですね。そうなんでしょう、これがですね、うん、いつだったあ、最近、多分、ここ半年ぐらい前に国税から出されたレポートで、はい、実は海外の取引所の仮想通貨、仮想通貨を利用したなんですけど、うん、そこがですね、税務署が直接アプローチしても、海外の取引所が非協力的だったので、ほう、利益が分析できなかったと。海外の取引については、うん、投資家の損益が全容が解明できなかったというふうな報告が挙げられております。うんうん、なので、現状においては海外の取引所すべてその、見れるわけではないというふうになっております、うんうん、ただここで、ね、黙ってるわけじゃもちろんないので、はいはい、税務署としてはやっぱり海外の取引所なんとかしていきたいと。でこれはもう日本だけじゃなくて世界中に見てもそうであって、うん、暗号資産を使ったそのマネーロンダリングとか脱税とかってもう日本だけじゃなくて世界でめちゃくちゃ多いらしいんですよ、うん、まあ問題になってるってことですよね、うん、はい。なのでやはりその OECD、まあ、経済協力開発機構でしたっけ、 OECD でしっかりと海外取引所も見ていこうとほういうふうになっているので、うん、今後はそういうそのいろんな国と提携することによって海外取引所に対しても結構圧力をかけていくということにはなっていこうかなと思っておりますし、うん、さらに仮想通貨の税務調査って7年間の依頼で遡ることができますので。なるほど、うん、はい。まあ、そういう意味ではここから7年先はどういう形になってるかって分かんないので、そうか、まあ、今逃げ切れないとは思うんですよね。だからあれですよね、例えば今海外の取引所ですと全然でも3年後に日本に上陸しますみたいなことってあるかもしれないですから、ライセンス取ってで、はい、なんちゃらジャパンみたいなのができるってなった場合は、はい、やっぱりそこはもうだから筒抜けになるっていうイメージでいいんですかね。そうですね、まあ、なんたらジャパンになるって、まあ、なんたらジャパンでまずその作るときにその日本の、うん、金融庁とかいろんなそういうところに登録して、はいはいはい、しっかりと日本の取引所なんですよっていう形で事前登録があってなるので、うん、もちろんそのなんたらジャパンのところは全部税務署に出さなきゃいけない、うんうんうん、でまずそうですよね。なんたらジャパン内の取引はそうなりますよ、はい、それ以前のもってどうなるのかなと思って。それ以前のところについてはそのなんとかジャパンとその海外の取引所がどういう関係なのかっていうところにもよるんですけど、はいはい、いずれ漏れたりしてバレるんじゃないかなっていう気はするんですけど。なるほどね。税務署も相当力入れてますんで、うん、最近あの仮想通貨がめちゃくちゃ多いので、うん、なるほど、はい、うん、わかりました。いや、ありがとうございます。いや、ちょっと大木さんすごかったですね。まだまだ聞きたいことあったんで、またちょっとぜひとも確定申告近づいてきたら村上さんにまた教えていきたいと思うんですけど、本当に今日いろいろ勉強になりましたし、なんか税制の課題みたいなことも見えたので、はい、はい、
本当にありがとうございました。ぜひちょっとまたご相談に乗っていただければと思いました。これ聞いてる方でね、村上先生相談したいよって方がいれば、概要欄にツイッターのリンクとか貼っとくので、もしよろしければね、お問い合わせとかご相談もできるってことですよね。あ、そうですね、はい、ツイッターのところにもありますし、はい、ツイッターのところにリットリンクのリンク貼っておりまして、そこで公式 LINE とかも受けておりますので、はい、公式 LINE からでも相談も受けたまっておりますので。わかりました。はい、はい、はい、それでは本当に本日ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。今回のエクサスエクストラは税理士の村上雄一さんにゲスト出演いただきました。エクサスではこのようにゲストをお招きしたエクストラ会に加え、暗号資産のマーケット情報やニュースを深掘りする通常エピソードも毎週水曜日配信しております。まだ番組をフォローしない方がいらっしゃれば、ぜひとも各ポッドキャストスタンドで配信しておりますので、フォローをお願いいたします。またエクサスでは皆さんの感想やリクエストを X、旧 Twitter で受け付けております。ハッシュタグでエクサダス使用、エクサダスカタカナ、使用ひらがなです。このハッシュタグでツイートいただくか、しだら大木さん宛に DM の方でお気軽に感想やリクエストの方をいただけると嬉しいです。皆さんのコメントをお待ちしております。それではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしました。またエクサスでお会いしましょう。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。